ターフの緑色が一層鮮やかに見えます。一着で駆け抜けるのは果たしてドロンマか。スタートを切りました。16頭まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か。花を切ったのは大星モンストル。その後ろでありましょうか。レッドライゼン。そしてそのうちにゼネラーレウノ。その外に13番リベオン。そしてその後ろからアラタ。それからウィニーシード。各馬第一コーナーに差し掛かります。ちょっと離されまして、サトノクロニクル。そのうちに12番サンレイポケット。15番アドワイアジャスター。それからマイネルウィルトス。スマイルがその後ろ。そのうちアイスバブル。スカーフェイス。それからもう一頭、16番ランホザローゼス。フェアリーポルカがかわしていきました。そしてしんがりから1番早やっこという展開です。さあ前の方はどうなっているのか。順位が入れ替わっておりまして、先頭はレッドライデンであります。そして内からは2番ゼネラーレウノ。その外からは13番リベオン。そして4番手に6番大星モンストル。外から1頭9番アラタ。10番ウィニーシード。サンレイポケットはこの辺り外を通りまして、サトノクロニクル、アドワイアジャスタがその後ろ。その内からはマイネルウィルトス。8番スカーフェイス。徐々に差を詰めます。さあコーナーを回ると、あとは262メートルの短い直線。サンレイポケットは4番手といったあたり、これは激しいレースになりました。サンレイポケット、ここで先頭に躍り出る。外マイネルウィルトスが来ている。先頭鮫島とサンレイポケット。サンレイポケット1着、1番人気に見事応えました。この馬は勢いがありますね。1着12番2着5番3着9番以上のように確定しました。